北沢の子は日本の女優である。本名は近藤由紀子。結婚前本名は諸由紀子。1938年3月15日、京都府京都市伏見区に生まれる。名古屋市立天神山中学校を卒業した。1954年、名古屋家政学園在学中に。 婦人生活の美人写真コンクールに友人が無断で応募したのがきっかけで、新東宝にスカウトされ同学を中途退学した。1955年、第4期スターレットとして新東宝に入社。同期に、三谷歌子、原千佐子、万里正代、朝倉彩子らがいる。1956年、香川京子、池内純子主演の、なぜ、彼女等はそうなったかに。 本名の諸幸子でデビュー。同年の女系林王から北沢の子を芸名とする。主に時代劇を中心に多くの作品に出演する。1960年フリーランスとなったが翌1961年東映に入社。東映でも時代劇で活躍した。テレビドラマにも多数出演している。 1962年11月13日、当時プロ野球、太陽ホエールズの選手だった、近藤明人と結婚した。愛称は、天子。可憐な武家娘、町娘などをもっぱら演じる、いわゆるお姫様女優だったが、日本映画誌、新東方編では、しごけばしごくほど食らいついてくる、激しい機械の持ち主だったと紹介されている。 1980年、木下圭介監督の父を母よ。で久々に映画出演を果たした。自身の芸名を本名に名付けた娘の近藤の子もモデルから女優になった。2009年11月、東京、池袋の新聞芸座で開催された、よろずや金之助生誕77年、金之助映画祭りパート3にトークゲストで登場し、 トークショーの後には、北沢のサイン会も開かれた。2010年11月23日、香川県高松市のアルファ、穴吹ホールで開催された、さぬき映画日とイニ映画の落光のトークショーに出演した。2017年2月3日に発売された、異端の映画誌浸透法の世界に、原千佐子、八代京子らとの座談で、当時のことを語っている。 幻の階段映画を追って、ありがとうございます。